対局開始。よろしくお願いします。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、初級者の方にもできるだけ分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回相手の方が一直線の棒銀ですね。わからん、その金はもうわからん俺には。まあとりあえず居飛車やっていこうかなと思うんですけど、これね、6五歩っぽいですね。6五歩3四歩はだって角交換同銀5五角でアウトでしょ。で6五歩に7四歩は一回5五角飛び出してって感じじゃないかな。いや、それはダメでしょ。それはダメでしょ。それ、角交換して、やばくない？まあ、左の香車を上げるから、銀か飛車くれって感じなんだけど、それ、銀ボロですけど、大丈夫なの？マジで言う？5五馬はどうすんの？5五馬ね、両取りよね。桂と飛車の両取りでしょ？桂なってきたら普通に飛車取るぞ。角合わせも意味ないよね。銀引くでも意味ないよね。普通に引っ張ってくるんじゃない？まあ飛車取って。銀取られても同金で飛車の横利きがバッて通ってるから相手からの攻めはないですね。3一飛車下ろすのが楽しみなのかな。3一飛車からなんか2一の桂馬拾っといてみたいな。まあ普通に打っとくか。合駒するのか逃げるのかはっきりしてくれっていう感じなんだけど、まあ桂馬拾っといて。あ、てか金でよかったな、これ。6一飛車の方がよかったかな。まあ、一回同桂とかもありそうだけど、金も拾いたい。まあ桂馬ジャンプしとくか。同銀で？早く6一の金を拾いたいっすね。意外とね、なんか5七の桂馬が成桂が何にもできてないよねっていう。折るだけなんすよね意外と。まあでもこれはさすがに拾うぞ。金拾うぞ。これどっから寄せるんがいいんすかね。挟み撃ちなら2二銀とか考えたいけど、まあ金取りにしながら4七角成をやりたいってことなんやろうけど、まあ普通に歩打っとくんかな。まあどうだろう、こっち、
これはどうなんでしょうか。普通に銀出ていって詰めろくさいけどね。5二竜からのぶった切って金金で詰みだから、5四銀狙ったらどうすんだろうね。5八歩は大丈夫でしょ。5八歩は6九って避けとけば、歩なって戻って関係ないもんね。だから5四に対して、5三歩って受けた時に3二金同玉7分5二竜合駒は効かなそう。下はアウトでしょ。上は竜引っ張る、竜引っ張って上行って金打って同玉歩で大体寄りそうやね。大体寄りそうやからこれ取りますか。取ってこれ王手は王手の千日手になっちゃうんでできないよねっていう話よね。そうよね、そんな感じで守るよね。まあなんとなく4四歩打ちたいね。か馬引っ張ってくればいいんか。5五馬が詰めろかな。5五馬から3三銀とかで詰めろくさいんでこっち引っ張ってきますか。まあ、三三銀とかから詰めろだし、これ多分必死クラスじゃないの？もう多分何もできんと思うんだが。はい、あらさ。お前には楽すぎる相手だったようだな。はい、いかがでしょうか。今回ね、棒銀との戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。おやすみ。